え、怖い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 。何？何自撮りしてるの？さあ次。お、なんかあっちに伸びた。これは宝箱のとこ行ける感じかな。まだか。いっかー。そして早速走るのが辛いというさっちゃんからのクレーム。アイナはさっちゃんが気になる。お？キャンディーもさっちゃんが気になる。仲良し。三人で仲良くしろよ。二人ともどうかした？なんでもないよ、そのごまかし方。ピリピリしないで二人とも。うん、まだまだいける。どっちに進もう？じゃあ今回は下に行こうか。ゴーゴー。お腹減っちゃう。腹が減っては戦ができんけんね。しっかりと食べといて。顔面がと、ポイズンが。いけ！多少攻撃力が上がったはずやけど。どうかな。まあでもな、僧侶やけんね。攻撃力っていうよりは、なんて、マジックポイントとか、そっちが上がった方が。お、いいぞ、いいぞ。笑うが一番。そして、ラブコール。お、みんなさっちゃんが大好きに。いけ！お。いいね。みんなのカッコつけたいという気持ちが。筋肉痛になりそう。もっと動こう。普段から動こう。そしたらきっと大丈夫なはずよ。普段動いてないけんね。筋肉痛になるっていう。はい、次下行こう。犬撫でたい。それは言わないで。自分が犬の格好をしているからかな。撫でられたくないぞっていう感じ。ん？何？はぁーみんなが。てか、唐突に寝出すよね。は。夢か。夢だよ。大丈夫だよ。ゆうかはいつの間にかお昼寝して疲れが取れた。猛烈な眠気が。寝たのに？今寝たのに？暗くなってきた。そろそろ寝よう。みんな寝ちゃったら危ないです。誰か起きて見張っていないと。誰が見張る？よし。は。さっちゃんだ。起きてるよ。お願いします。お、アイナが来た。来ちゃった。結局起きてるんだな。二人は仲良くおしゃべりした。好きレベルアップ。好きなのかな。お、ヒットポイント回復。二人はお見舞いを覚えた。安全地帯で休む相手を元気づけて回復効果をさらにアップ。いいね。そしてこんな平和な感じで過ごしているけれども、やがて夜が明けた。二人とも寝てないの？大丈夫？お、回復してる、回復してる。仲良しだね。仲良しだね。キャンディーさんは結構ライバルっぽい感じじゃなかったっけ？大丈夫なのか？喧嘩にならない？よし、行け！お、いいぞ、いいぞ。全体攻撃いいぞ。二人は寝てないよね。大丈夫なの？あれ。あれなんかな？ちゃんと交代したんかな？一旦交代してまた最初のさっちゃんに戻ったって感じ。もらい泣き。心が優しいんだね。ほい、おはよう世界。あたしやん。もはやあたしやん。笑うが一番。ほい、よくかっこいい。感動して泣きよるみたいな。涙でよく見えない。びっくりした。一瞬たぬきちの顔しか見えんかったけん、誰が現れたんかと思った。キャンディーは我に帰った。ちょっと荒領事やったけどね。いいぞいいぞ。あー、緊張した。大丈夫よ全然。そろそろ着きそうかな。お茶飲みたい。それはいいでしょ。水分補給大事よ、特に夏場とか。はい、400ゴールドゲット。いやだってね、普通に何動き回らんくっても、普通に喋りよるだけでも、なんかこう、体の中のね、水分っていうのは失われていくって聞いたし。水分補給しないと。
ずっと屋内におっても脱水症状になるっていうもんね。お、助けた人が250人になったので、神の力の目覚め、 HP 振りかけ増量、助かります。 HP 振りかけのサイズが40から45になった。ほっほっほ、助けた人々の感謝の気持ちが新たな力を目覚めさせたようだな。これからもどんどん怪物たちをやっつけてミートピアの人々を救ってやってくれ。ちなみに次の目標は300人助けること、頼んだぞ。ほっほっほ、それまで姿は見せないのね。お、両方とも好きレベルがちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける、うまくいくと攻撃をかわせる。はい、レベル4、結構気になる。二人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める、大丈夫。よし、ということで料理をお任せします。地層パフェはまだ出んのやね。一応今一番新しい食材なんやけど。はい、そしてまあでも死んだ子がいなくてよかった。はい、そしてゲームコーナーでルーレット、水玉の鎧をください。水玉の鎧、水玉の鎧。あー、どうだ。あ、これは、あーっと、おー、ギリギリ、めっちゃギリギリ。あ、違う、経験値やった。経験値やった。サングラス外さんなってめっちゃ思いよったよね。いいけどもよ。はい、じゃあキャンディーさんに。やったー、レベルアップ。これでみんな同じレベルやない？キャンディーさんレベルアップ。はい、そしてお小遣いを、じゃとりあえずキャンディーさんの革の衣を買ってきてくださいまし。革の衣を買ってきた。よし、完璧。完璧よ。さあ、そして、あの色合い的にピンクがいい。はい、これでいきましょう。そしてゆかさんの方買えんかな。あー、足りんね。じゃあ次まで我慢かな。はい、ゲームコーナーでルーレットはしたね。したね、さっきしたわ。はい、それじゃあ出発しましょう。行くぜ、行くかー。この毎回毎回このね、ゆるゆるっとした始まり方は一体何なの。ね、出発してすぐの言葉が行くかーっていう。あれなんかな、あっこの言葉も性格によって違ったりとかするんかな。こうなんかコメント欄とか見よったら、戦闘中のセリフとかは性格によって違うみたいなこと書いとったけど、移動中の言動とかはどうなんだろう。みんな一緒なんかな、いまいち分かってない。マイペース、マイペースやけんこそのあのゆるゆるしたね、行くかーな気もするし。え、思うけどさ、これなんかマイペース発揮した時大体やる気じゃない？全然なんか珍しくない気がしてきたんやけど。もうなんかずっとやる気じゃないって感じ。お、避けて。おー、ナイスー。ナイスー、いいね、さすが身長。キュアー。お、なんかあの投げる時のポーズちょっとムカつくよね。何それって感じ。何のポーズって感じやし。お、アンコール。お、オッケー。いけい。そこ、さっちゃんじゃないよね。いいとこ見せたいの。さっちゃんからのアンコールやったのに。お、余裕だね。やったー。おいし。さて、進みましょう。靴下穴開いてる、それは言わないで。これか、この宝箱か。 MP 飴を1個ゲット。ただの MP 飴。でもここはなんかあっという間に宿屋に着きそうな。ん、まだか。なんか来た。誰、誰の顔。おー、来たよー、助けてくれー、王様、王様だ。トラララララゴーレム。
ほんと言いにくい。ほんと言いにくいんやけど。じゃ、どうにかしてくれ。いけ。お、優しい。さすが。わーい。お、いけ。しかしもうね、MP がだいぶ少なく、待って、強くね。キャンディーさんの体力。キャンディーさんの体力があっという間になくなってるんだけど。やばい。ほら、キュア。よし、オッケー。2発ぐらいでやられるんじゃないこれ。ねえ、やばい。お、MP 雨。やっぱ大事ね。攻撃で結構 MP 使いよるけんね。あー！あ、やばい。さっちゃん。さっちゃんの体力。お、さっちゃんを癒す。ありがとう。あれだよね、回復魔法はとりあえず MP そんなに消費せんねん。お、いいぞ。ジャンプ切り。よし。あーっと。やばい。大丈夫？心配よりも回復を。お、準備できた。大丈夫。いけ。よし。お、そして罠も。自分を癒す気は、だいたいみんな2発ぐらいでやられる気がする。なんとかこうギリギリ粘っとるけど。いけい！いいぞ。協力いいぞ。あー！やばい。やめて。これ同じ人に2回攻撃してくることはないんかな。あ、さっちゃんが。あ、バナナ持ってるのね。あ、よかった。あと1個まだあるね、バナナ。ふぅ。あ、キュアだけじゃ足りんかった。足りんかったか。いやー、回復しても。お、いいぞ。いいぞ、さすがゆうかさん。バナナに引っかかったな、ゴーレム。いけい！あー、やったね。みんなの連携プレイ。助かったよ。イエーイ！勝ったぞー。さあ、ここでね。あー、もうちょっとやのに、あと2人レベルアップまで。お、ボーナス経験値。じゃ、これを誰に割り振るか。ここは、攻撃のゆうかさんで。え、まだ足りてなかった。全然足りてなかった。王様の顔は城の方に飛んでいきました。よし、じゃあ、城の方に戻らんといかんな。とりあえず、やでやでね、一休み。そして強化をしていきましょう。音楽を70種類聞こう達成。いまいちこう音楽の差がよくわからんねえけど。70曲も出てきた？はい、じゃあ料理をお任せします。ジョーゴーレムステーキとかもうね、あ！パワーアップをしたいというのに死んでるじゃないか、ユナが。はい、そしてゲームコーナーでルーレットを。はい、水玉の鎧をください。水玉の鎧か、経験値そこそこでもよろしくってよ。どうだ。でもペア旅行券の割合がめっちゃ高いね。あ、これは HP バナナになる予感ですよね。いや、でもまあね、さっき一応 HP バナナ1本消費しちゃったから。あ、違う、もう1回じゃない。はい、それじゃあ、お小遣い。誰かなんか買えるかな、これ。一応、さっちゃんの武器。買えない。じゃ、ゆうかさん。アラビア装束買えない。じゃ、キャンディーさんもっと買えない。誰も何も買えんやないか。バナナとかは持ってるから。すでに持ってるから。はい、じゃあ出発します。もちろんこのメンバーで。じゃ、とりあえず、お城の方に行って、お、飛んでった。お城の方に行って、じゃ、王様の安否確認をね。さあ、戻ってきました、無事。お待ちしておりました。さあ、王の部屋にお入りください。了解です。よかった。助かったよ。よかった。今、まさに戻る時なんやね。これ私が城まで戻ってこんかったら多分石を戻らんのよ、顔。追いかけてるー。はい、来たー。
こうね、体が重くて、軽快なステップを踏むこともできてないけど。え、怖い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 。何？何自撮りしてるの？戻った。鏡だったわ。戻ったぞ。ありがとう、ありがとう。涙で溺れるよ。お礼にこれを受け取ってくれ。お、1500ゴールドやったね。ちょうどさっきお金が足りないところだったんだ。さーて食べるぞ。むしゃむしゃもぐもぐ。いや、痩せよ。それにしても大魔王は済むか。困った奴が現れたものだ。姫にも注意してやってくれ、もぐもぐ。とりあえず落ち着いて、王様。それに、同じだった。王様、トラララララ。ラ、何個あるの ?5 個か。トラララララ。言いづらい。私の任務はただ一つ、王様を支えることです。何があっても支えますよ。君たち言うことも変わらないな。王様を支えるため、体の鍛錬は欠かせません。腰を痛めたら大変ですからね。王様の顔なくなってたこと知ってる？君たち。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。